さやかさんに対する思い。おかえりモネ。モネは合格しましたが、なぜかさやかさんには話すことができないでいますね。そして、ヒバの木の保管場所がない。50年も保管できるところは、なかなか見つかりそうもありません。第43話のお話は、登米の人々に見守られ、ついに樹齢300年のヒバの木が伐採される。すべての作業が終わったとき、さやかさんは皆に一言、ありがとうございました、と。問題は、このヒバの木の保管場所。モネは逍遙さんの家にキッズという避難小屋のようなものがあると聞いて以来、町に存在するキッズを片っ端から調べ、あることを思いつく。過去数百年、浸水被害にも土砂災害にも全く合っていない場所があるんです。その場所とは神社だった。モネや森林組合の人たちは宮司に木を預かってほしいと頼むが、保存期間が50年と聞いて躊躇する宮司。モネはさやかさんが言っていた、能舞台の柱にしなくてもいい。50年後、100年後、何かあった時に誰かが使えばいい。誰かの役に立てばいいということを話しました。昔の人が今生きている人のために残しておいてくれたものが、この土地のどこかにあるのは安心する、というモネの言葉に、宮司も木材の保管を引き受けたのだった。さやかさんは、そんなモネの仕事ぶりを褒めるとともに、自分に気を使わず、夢があるのならそちらへ進んでほしいと伝えるのだった。二人の様子を見ていた菅波先生も、モネを後押しするが、モネは自分がさやかさんに合格を伝えられなかった理由を彼に語り出す。第43話はこのようなお話になるようです。50年後の人たち、100年後の人たちのために、さやかさんが大切にしてきたヒバの木が役に立つといいですね。さやかさんだけではなく、彼女より以前、300年間受け継がれてきた人たちの思いもあるのでしょう。そして、モネがさやかさんに合格を伝えない理由は、お世話になっているさやかさんの元を離れるということが言えないのか。モネは年老いていく彼女を見捨てることになると思ってしまうのか。モネの葛藤は深そうです。第42話のお話は、気象予報士試験に合格したモネ。家に帰り、喜びをかみしめるが、さやかさんはいない。茶碗蒸しを作っていると、さやかさんが帰ってきて、能舞台の練習をしていた。メールも送ったというが、送信をし忘れていたようです。モネは早速合格したことを伝えようとしますが、さやかさんの顔を見た途端に話をはぐらかしましたね。なぜでしょうか。さやかさんに合格を伝えると、今度は東京に興味があるということを伝えないといけない。次はこの家から出ていかないといけない。そして、さやかさんと別れないといけない。そういうことなのでしょうか。モネは自分の思いを誰かに伝えることがとても苦手な性格。だけど誰かはモネが何かを考えている、悩んでいると気がつく。さやかさんもモネが何を考えているのか、大体は分かってくるのでしょう。夜になり、妹の未知には簡単に合格を伝えることができたようです。未知も県職員の試験に合格し、あとは水産試験場の部署配置の通知を待つだけのようですね。もしも現職員にはなれたけど、水産試験場以外の部署になったら、未知はどうするのでしょうか。未知はモネに、気象予報士試験受かって何するのと。モネは言葉が出なくなっていましたね。東京の気象情報会社に興味があるとは、まだ未知にも言えないようです。だけどもう、時間はあまりないと思います。モネは決断して皆に伝えないといけないはずです。朝岡さんの会社の気象予報士のアルバイト募集はいつまでもあると思えません。そして森林組合では伐採したヒバの木の保管場所をお願いするため、林業を営んでいる人たちを集めていましたが、10年から50年という長い期間の保存。皆、顔を下に向け、首を振っていました。あまりにも長すぎるのでしょう。さやかさんは、別に能舞台に使わなくてもいい。10年から50年後の人たちの役に立てばいい、と。それでも、集まった人たちからはため息。さやかさんは、本当なら、新田さやか財団でも作ればいいのでしょうけど、お恥ずかしい話。私、ここを作った時点ですっからかんなんですよ、と。姫と呼ばれているさやかさん。だけどもう、お金は底をついているのですね。集まった人たちからどよめきが起こりました。皆、さやかさんは、今でも大金持ちだと思っていたのでしょう。まあ、森林組合、カフェ、診療所を作れるくらいですから、相当なお金持ちだとは思ってしまいます。しかし、お金がなくなるまで投資するとは思わないでしょう。そして、あと20年も私はいないと思うんで、皆さんどうかよろしくお願いします。と言いますが、一人の年老いた人が、姫、俺らもあと50年も材木屋やっている自信はないんだ、と。確かに、あの中で50年後もこの世にいそうなのは、モネだけ。日本の林業の将来はどうなのでしょうか。現在、日本の木材の自給率は、37.8%。最低は2003年の 18.8%。林業をされる方の努力があり、それからはずっと増加しているようです。そして木材の生産量は10年連続増加。50年後はどうなっているのかはわかりませんが、もしかしたら木材輸入国から輸出国に変わっているかもしれませんね。夜になり、朝岡さんの天気予報を見ながら、さやかさんは試験結果を聞き出そうとしますが、モネは、落ちました。簡単じゃないですね。と嘘を。合格した後の続きが、モネにはまだ伝えることができないようです。気になるさやかさんは、菅波先生からも聞き出そうとし、モネのことで、と言うと、彼は目を泳がせて、何もしていませんよ、と。さやかさんは、何もしていない方が問題ですよ、と。笑いました。周りの人たちから見れば、二人の関係はやきもきするのでしょうね。ほんと、何かしたらいいのに。さやかさんは、気象予報士試験、結果聞いてますよね。合格したんですよね。と言うと、彼は言葉を濁しながら、守秘義務がありますので、と。合格したと伝えませんでした。なんで菅波先生も言わないのか。まあ、モネの考えがわからないからなのでしょうけど。診療室から出るとき、さやかさんはほくそ笑んでいました。二人とも嘘が下手だ、とでも思ったのでしょう。そしてさやかさんは、モネの合否を知らないまま、3月10日、川久保さんに促され、大切にしていたヒバの木にノコギリを入れました。どんな思いなのでしょうか。寂しい、そんな思いかもしれません。次回は、なぜモネがさやかさんに合格を伝えないのかわかるようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。